前回タロニャントリオでクローに倒しましたけど、今回もちょっとネタがないのでタロニャントリオで覚醒ヒノチン。攻撃当たってなかったな今。なんか手応えないなと思ったら、一応タンクの妖怪なんだけど、タンクっぽい感じで使ったことないな。タンクの妖怪ガードとか絶対つけないもん。あっと、なんか今飛んできたけど、あ、金太郎にゃんか、びっくりした。山吹鬼硬いね。おっ、やっつけた。入るかな。効かない効かないって言ってるけど、いいね金太郎にゃん。俺も欲しいんだけど、欲しいんだけどね、6時間やってもゲットできないからもういいやっていう感じになってる。あー痛い。あれ今食らったの俺かな。山吹鬼と一緒にちょっと吹っ飛ばしたいけど、いい感じでいい感じで来てくんないかな。ほとくか。あ、エリートシャイン来た。赤いの見えた今。痛い痛い痛い。エリートシャインやっつけた。ヒノシンのこのビームね、妖怪ウォッチ新打ちの時は完全に見切ってアイテムなしでね勝ってたりしてたんだけど、なんかバスターズになってからもう分かんないもん避け方が。バスターズもまあパターン化されてんだろうな。怒られた。おっ、あ、痛い。どっちだどっちだ、こっちか。まっすぐ、まっすぐ、これは避けやすいけどね、まっすぐは避けやすいけど、斜めによろしくってやつが全然斜めじゃないんだもん。ああ早くない？ 30 秒チャージに入るの早くない？これちょっと失敗するんじゃないかな。あともう一発。ああやっぱりだ、そんな感じがしてた今。斜めじゃないんだってだから、全然斜めじゃないよ。どこ行った？違う、人違いだった。これか。ちょ、うん、確かに危ないことになってんな。ちょっと、よし勝つ。結構意外と苦戦してるね。これ注目ボタンね、やりづらいんだよな。30秒チャージ入った。あ、こんなのもあったんだ。あらららら、
応まっすぐによろしくと3つほどよろしくは分かったけど、縦と横がよく分かんない、違いがよく分かんない。これ俺がもらった方がいいのか、いいのかな。まあもらっても大丈夫だよね。おまた来た、またバリア来た。いいちょっと引っかかってる。あれこれちょっと今回失敗してない、これ危ねえ、危なかった今。さあ出よう、あと1ヶ月ぐらいで妖怪三国志っていう、まあ妖怪ウォッチの最新作ね、まあ発売されるけど、あと1ヶ月間、その1ヶ月間俺何してようかな。バスターズもできることはもうほとんどやってしまったけど、コメント欄見ると E ランクの妖怪で武士をやっつけてくださいっていうのもあったんで、それやってみようかな。まあ実は言うと E ランクで1回倒してんだけどね。お、ランク上がるんじゃない？相当久しぶり。あ、ごめん、上がんなかった。上がんなかったわ。なかなか上がんないな。86なんだけど、今。だそれ考えると、ランク99の人、すごいよね。どんだけやってんだっていう話だよね。はい、今日はここでおしまいにしたいなと思います。